普通天文学っていうと望遠鏡で空を見上げているのを思い浮かべると思うんですけど、シミュレーションの場合っていうのはスーパーコンピューターを使ってどんなことが起きているかっていうのを描き出すわけですね。なんで我々が使うスーパーコンピューターっていうのは理論の望遠鏡っていうふうに言ったりします。アテルイ2は大規模並列型スーパーコンピューターと言いまして、計算するためのコアと言いますが、それが同時に同じ計算をすることで非常に高速に計算を行うという仕組みのスーパーコンピューターになっています。この1個の単位がこれキャビネットって言うんですけど、これが6つあります。でこのキャビネットの中にさあブレードと呼ばれる部分があって、この1枚1枚のブレードで、これが1キャビネットあたり50枚入ってます。でここを開けるとそこにまあコアがわーっと並んでで、全部でまあ4万個近くのコアがあって高速ネットワークでつながっている。これがまあこのアテルイ2の正体。でこれ後ろどんな風になってるかちょっと見てもらおう。後ろにこれが先ほどのあの後ろ側になります。でこの色がついているのが導線です。でこの緑色の部分、これが光ファイバーです。これはこのキャビネットと上を通って隣とか違うキャビネットとつながっている。でこの部分、これが水を循環させている部分で、そこで水がこう回っていて、よく見ると銅色の金属があるんですけど、この部分冷やされていて、さあ冷たい。これでまあ水冷式になっている。その水冷をするためのシステムなんですが、この建物の外側にチラーと呼ばれる水を冷やす部分があります。でそこから送り込まれてきた水がコアを冷やして温度が高くなったのが、それがまた外に出ていって、で外で冷やされてまた戻ってくる、こう循環して冷やしている。アテルイ2の一番の特徴は、天文学者がこういう研究をしたいっていうふうに申請して、その科学的な価値が認められると使えるっていう。これはあの世界的にも他にない天文学専用のスーパーコンピューターだっていうことです。アテルイを導入するときに、国立天文台のキャンパスの中でコンピューターを冷やすのに適している、つまりまあ空気が冷たくて電気的にもですね、まあ問題がない、でネットワークも速いものがあるっていう、まあそういうところで実はこの水沢を選びました。でやっぱりこの水沢っていうとすぐまあ思い浮かんだのが未知の英雄であるアテルイで、このアテルイのように勇猛果敢に宇宙の謎に挑んでほしいっていう、そういう願いも込めてこのアテルイっていう名前を使わせてもらっています。目標はまあ大きく持っていて、これまでのアテルイだと天の川銀河の中の星を数百個実は一個の星にして置き換えてシミュレーションを行っていました。それがまあ限界だったんですが、まあ、アテルイ2になったら今度は本当に一個一個の星を分解して粒子として本当に現実的な星の数を使ってシミュレーションができるようになったらいいなというふうに考えています。